皆さんこんばんは、今日は甲子園球場で行われました阪神タイガース対ヤクルトスワローズの1位2位の対戦ということでですね、まあ、好調同士の戦い、これはもう非常に楽しみです。そして、先発投手もですね、タイガース青柳、ヤクルトの方は小川と、開幕投手2人の投げ合い、やはりロースコアの1点を争う好ゲームとなりました。そのゲームをですねご覧いただきましょう。今日のゲームはですね、もう雨って中止になるんじゃないかなというぐらい、まあ、朝からずっと降っておりまして、いつ中止になってもおかしくないというような、そういうような状況でしたけれども、プレーボールがかかりました。初回がですね、まずワンアウトを取った後の宮本センター前のヒット、そしてですね、3番の山田のセンターフライ、これをですね、近本が一瞬ボールを見失ったような仕草をして、なんとか取れた。センターフライでしたね。そして4番の村上、これがですねレフト線に飛んだ打球、これもですねレフトのノイジーがボールどこにあるか一瞬見えなかった、よく最後こう見つけてですねどうにか取れたというね、そういうような内容でした。この初回のあたりはですね、まず雨がかなり降ってる、まあ、白帽もある、そして照明も気になるということで、フライが上がった時にはですね、これ本当に全力疾走しとかないといけないなというね、そういうような状況だったんですね。それがこの1回のタイガースの1点につながりましたね。近本が打ったライト線の当たり、これはまあ普通であればライトフライという打球だったと思いますが、これをですねまたヤクルトのライトサンタナがボールを見失って、取れなかった。これを三塁打にしたわけですね。そして2番の中野がセンターへ犠牲フライを上げて、初回ラッキーな1点が入ったと、そういうようなタイガースだったんです。その後はですねさすがに開幕投手2人の投げ合いが続きましたね。結局青柳は7回まで投げますね。7回に1点、これはですね、先頭打者オスナに、初球スライダー甘く入ったところをですね、センター左へ、同点ホームランということになりました。1点は取られましたけれども、青柳ここまでですねよく粘ったと思いますね。本当に強力な打線、そういう打線をですね球数を使いながらですねなんとかここまで来た、そういうようなピッチングでした。そして一方の小川の方も、まあ、この初回不運な1点は取られましたけれども、2回以降はですねヒットを打たれませんでしたね。結局、小川投手この6回まで投げてですね、球数93球1安打ですよ。アンラッキーな、近本の三塁打、それだけでしたね。そして、三振を6つ、フォアボールを1つ、失点が1ということで、もうこれは本当に青柳をしのぐピッチング内容だったなという気がしました。7回は石山が投げてゼロに抑えて、結局7回が終わった時点でですね1対1、さあこっからの後半が勝負だなっていうところで、まあ、誰をピッチャーとして持ってくるかなと思ったらですね、この8回浜地でしたね。浜地は前回1点を争ってるゲームで追いつかれた、その1点を取られてですね、まあ、それで自分は勝ち投手にはなりましたけれども、まあ、去年までですとですねビシッと抑えるところをちょっと内容が良くないな、だからここをよく浜地持ってきたなと僕は思ったんですが、ボールを見た時にあれボールが走ってないぞっていうのを感じましたね。先頭打者丸山をですね初球、ライトライナーです。これもいい当たりでした。でワンアウトは取りましたけれども、2番の宮本ストライク1つも入らないフォアボール、3番の山田にはですねワンボールから高めのまっすぐ、これをですねセンターへツーランホームランされた、まあ、このホームランが決勝点ということになるわけですが、浜地の、まあ、去年までのいい時のまっすぐだったらですね大体バックネットの方に飛んでたんですよね。だけどこの時はですねちょっと威力を感じませんでした。でうわやっぱり今年の浜地はちょっと去年の疲れがあるのかなっていうふうに思ったこのツーランホームランだったんですが、その後の村上そしてオスナに対してのまっすぐがですねまた走り出したんですよね。ということはちょっとやっぱりこの腕の振りが最初弱かった、それをちょっとこう打たれたことでこうカーッときてですね、それが、いいボールを投げられるような形になったのかなという気がしましたね。まあそのあたりはですね明日以降の浜地のピッチングを見て判断をしたいと思いますけれども、打たれた後のボールはすごく良かったので、まあ、このあたりはですねまあ本当分かりませんね。そして、ヤクルトの方は8回に清水、もう言うことなしでしたね。三者凡退。
9回はですね、タイガースはビーズリー持ってきました。まあ、2点差ですからまだね、わからないっていうところで、ここ試しの登板みたいに感じました。まあ、ビーズリーは僕はあまり勝ってないピッチャーなんですけれども、結局ワンアウトを取ってフォアボール、そして三振、サード戦に打たれて1、3塁ですね。まあ、最後なんとか丸山を高めのまっすぐで三振打ち取って、失点はしませんでしたけれども、やっぱり1点を争うゲームの中ではちょっとビーズリーは使えないな、まだね、もう少しコントロールがないと怖くて出せないぞ、そういうものを感じた、まあ、今日の登板でしたね。そして9回の裏、ヤクルトの抑えはですね、現状田口が来てますね。田口がここまで3セーブしているピッチャーなんですが、今日も結局セーブがつきましたね。ワンアウト後にノイジーにライト前に打たれて、大山にフォアボール、チャンスは作ったんですけれども、佐藤がなかなかヒット出ません。初球狙いに行って外寄りのまっすぐセンターフライ、ちょっと抜けた形なんですよね。バチッと振ったっていうのが今日の打席もあんまりないんですね。なんか、合わせに行ってるようなスイングなんで、見ててちょっと物足りないなっていう感じがしましたね。その後の森下も、今日4打席 4打数ノーヒットなんですけれども、ちょっと調子が落ちてきてるかもしれませんね。開きが早くなって、あとその振りに行ってもですね、一発で仕留める打席が減ってきました。振りに行ってファウル、振りに行ってファウル、こういうような形になって追い込まれるというね、まあ疲れがそろそろ出ないとおかしい時期ですので、もうある程度、計算に入れておかないといけないと思いますね。森下選手の現状を岡田監督どういうふうに判断するのかっていうのがね、まあ明日以降の楽しみでもあると思いますね。明日はですね、僕はテレビの方の解説をさせてもらいますので、時間のある方ご覧ください。2時からスタートですね。はい。勝ちが石山につきましたね、2勝。そして、負けが浜地につきましたね、1勝1敗。田口が4セーブ。もう早くも4セーブですよ。素晴らしいですね。そしてホームランはヤクルト、オスナの3号、同点3号ソロですね。そして山田が決勝ツーラン、8回に出ました。この2つのホームラン両方ともすごく大事なところで出ましたね。今日の MVP はヤクルトの山田哲人選手。素晴らしかったです。はい、はい。今日のゲームはですね、まあ本当に両投手が非常に良かった、両チームの投手みんな良かったと思いますね。まあちょっと浜地の出来が普段の出来ではなかったっていうところで、まあ勝ちと負けの差がついたなという気がするんですが、そして一つね、今日5回の表ワンアウト1、2塁っていう場面で、ピッチャーからセカンド牽制、ここ小畑がベースカバーに入ったんですが、タッチした時にですね、これアウトじゃないかなっていうタイミングだったんですが、アピールがあんまり大きくなかったんですよね。小畑の方がですね、こうアウトですっていうような感じではあったんですが、もっと大きく自信持ってやったらよかったと思いますね。ベンチに向けて今のすぐに、リクエストしてください、そういうようにはっきりと言えばですね、岡田監督リクエストしたと思うんですが、ちょっとアピールが弱かった、そういうところでアピールをしなかったんですが、スローで見たらですね、これアウトって言ってもおかしくないなっていう、タイミングだったのでですね、もったいなかったな。まあ失点にはつながりませんでしたので、大事には至りませんでしたけれども、これからもこういうプレーがあると思いますので、野手陣はアウトだと思ったらですね、もう自信を持ってベンチに向けてリクエストお願いしますっていうことを伝えないといけませんね。ベンチからやっぱちょっと遠いので、どうなのかははっきりわからないんで、もうこれはもう一番近くにいる選手がしっかりとアピールする、それを忘れないでもらいたいなという気がしました。そしてあとはですね、やっぱりヤクルトというチームは強いな、そういうものを感じさせた今日はゲームでしたね。ここ一番で、山田がホームラン、そしてオスナがホームラン、今日は村上をきっちり抑えたんですけれども、前後を打つバッターがゲームを決めるというね、やはり役者が何人かいるなというのを感じましたね。タイガースの方はですね、今日は結局3安打ですよ。ちょっと寂しい打線になってきましたよ。まあ、今までガンガン打ってたんで、まあ、その反動はあるんですけれども、それにしてもやっぱりヤクルトの投手陣もしっかりしてます。気になるのはやっぱり佐藤、森下、梅野、
この辺りのバッターが期待が大きいだけにですね、今日の打席を見てるとちょっと寂しい。まあ森下選手はですね、やっぱりストライクボールの見極め、これはもう何度か振ってもおかしくない球をうまく見逃してました。4打席の中で僕が見た限りで3回もう振ってもおかしくない球をしっかり見逃せてた、その辺は素晴らしかったんですが、やっぱり少し肉体の疲労が出てきたのかな、振りの鋭さ、これがちょっと弱くなってるのかなっていう気がしましたね。ですから一発で決めきれなかったっていうね。まあずっと調子があまり出ないなっていうのは佐藤選手ですよね。それと梅野選手、このあたりがもうちょっとしっかりとしてくれないと、この打線はかなり苦しくなるぞっていう気がしますね。はい、いいピッチャーにかかった時にはそうチャンスがないので、チャンスが回ってきた時に結果を出せるような選手になってもらいたいなと思いますね。特に今日の佐藤選手の場合は4打数の人なんですけれども、僕のこのスコアブックの中で、最初の3打席、これはですね全部甘い球というふうに書いております。それをですね空振りの三振、そして、2打席目はセカンドエラーですね、そして3打席目これもレフトフライということで、スイングの迫力、そういうものがですね今佐藤選手ちょっとこうないなっていう感じがするんですよね。なんか波のバッターのスイングになってるな、そんなバッターじゃないのになっていうのをね感じまして、これいつそういうスイングに変わってくれるのかっていうのもですね、まあ、これからの一つの見どころだとは思いますけれども、まあこうやって貯金のある時にね、早くいい状態に戻ってもらいたいなと思いますね。ということで今日のゲームはロースコアの投手戦、非常に見応えのあるゲームでしたけれども、結局ヤクルトスワローズが2本のホームランで3対1、タイガースを下したゲームをお伝えしました。以上です。